動物園でさ、動物見て美味しそうとは思えないけどさ、水族館ってぶっちゃけちょっと美味しそうっていう気持ちにならない？よーし、殺した殺した。こいつも顔いっちゃってる。魚のようで魚ゲーなので全然魚ゲーじゃないっていうね。はい、こんにちは、くんです。ということで、今回は、ちょっと前回ね、お金を貯めたので、高っ、シャチ高っ。高い割になんでこんな、これさ、ベルーガってやつさ、これ70円だったのね。で、このヘルスとかダメージとかあるんだけど、このシャチ食われまくってた割に高くね？ということで、もう買える限りのもの買ってみるか。これ最大級だよ。これ買ってみましょう。これでいきます。はい、おお、やべえ、モンスタークラスだね。さ、この規模の魚だったらさ、ある程度でっかいやつ食わないとどうしようもなんないぞ。あの辺だったら食えるんじゃね、この辺の魚。ほら、この魚食える食える。来たよー、パクパクー。あ、食えてる食えてる食えてる。ちょっと待って、待ってね。はい、やべ、めっちゃこれめっちゃ一噛みがめちゃくちゃ時間かかる。あなたは一体。うわー、これまずい、これまずい。え、待て待て待て、いきなり死ぬのはないぞ。あ、嘘だろ。これでいこう、これでいこう。グレートホワイトシャーク、これならほら速度もそこそこ出て、あー、悪くない悪くない。これ一番バランス攻守ともに万能では。この辺りぶっ殺そうで、この辺りのさやつ、さっきのやつじゃね、俺が使ってた。違うな、なんか、え、殺せる殺せる多分。やりきった。オッケー、ナイス。だからさ、くわえてからさ、ブンブンってするのサメだから、めっちゃぶっ飛ばされる。あの、解体できないんですけど、これ無限に振り続けれんのか。よし、オッケーで食うか。よーし、レベル上がんな。え、これピックってもレベル上がんねえのか。で、やっぱりこれくらいの規模の魚になれば、やっぱ北極の海行きたいよね。あれはまずい。やつは、やつは凶悪。あいつを倒せるようになったら、まあ戻ってくるのはありだろう。ということで、こっち側に行っても何もないと思うので、ちょっとまだね、マップをよく把握してない。ちょっと一回上に、あ、こんな感じか。なるほどね。おそらくこの向こう側が雪国になってない？深いところに行かないとダメじゃねえか、多分。ここ行けっかな？ここを越えていけるのか。ちょっと行ってみましょう。いいかもいいかも。すげえ、ジョーズみたいになってる、これ多分。俺はよく見えないが。あれは？いけんじゃね？いけんじゃね？これぐらいだったら。なんかワニザメみたいな。ワニみてえだな。こいつだろ。え、強くね？クソ強くね？クソ強くね？え、ちょっと待って、舐めてた。ちょっと待って。舐めてた、俺。マジか。舐め腐ってたな。これ行くか。ゴーストシャーク。あ、これぐらいがいいのでは？こんなところもあるのか。タコいるじゃん、タコ。殺そう、こいつ。待て待て。なんか、オウムガイみたいなやつか。まだ生きてんな、これ。おっと、超巨大魚にしたいんだけどさ。なかなかこれ難しいね、本作は。よしよし。ようやくだ。これは、ナマズ？食える？あ、食えるな、これ。よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。あ、いいね。これ便利だ。いや、でもね、あの、でっかいホウジロザメみたいなやつからスタートじゃないから、これ絶対こいつ狙ってるだろ、俺のこと。さっきから狙ってるけど、なんかエイムが下手くそすぎて俺に当たってないだけって感じだ。ちょうどお手頃価格だわ、こいつら。ここでしばらくレベル上げれるんじゃね、多分。あー、いいね、これ湧いてるわ、ここで。これやばいぞ、こいつが食い続ければボスになれるぞ、この辺のお手頃魚。俺に食われるために生まれたようなもんだな、こいつら。こいつやってみるか、戦ってみる。ありだな。ありじゃない。なしなしなし。いや、死んだか。あぶねえ。殺されるとこだったわ。無限に噛みつけるね、これ。あ、これ、もう食えねえでかさだ。すげえな。そんなに美味しくない。これ、やっぱお手頃魚食った方がいいな、この辺の。こ
この魚食った方が得だわ。早い早い、こっちの方が早い、断然早いし、あの危険性がない。やっぱ危険性のないところで永久に食い続けた方がいいな。ほらほら、いっぱいいるいっぱいいる。待って待って、実際さ、レベルさ500とかぐらいいけば多分戦えるレベルになると思うんだよね。500でギリってとこかな、この魚のデカさだったら。500レベルいったらギリ戦えるって感じ。なんかさっきのなんかでかい魚いたじゃん、あのワニみたいなやつ、ワニと500でトントンって感じかな。この絶対に反撃してこないお手頃魚が湧き続けてくれたら勝てる。で動きも早いからね、これ多分この魚動き早いのが一番いいね。動きがめちゃくちゃ早いから、なんか敵を殺せませんみたいなことがない。あのなんか白のさ、ほらほら湧いてくれるの最高だなこいつ。いや地味だけど、こういう作業しないとねレベル上がんないんですよマジで。ちょっとカットしたりします。ちょっと旅出てみるか、少し旅に、こういう少し旅に出るとかいうのがトロールだったりするんだよね。これでこれが破滅への第一歩だったりするんだけど、ただ好奇心を止めることはできない。好奇心は猫をも殺すというが、多分魚なんで知らないだろう。あ、これはあれだな、あー一角とかがいる地帯か。一角殺せるかな、どう思うこれ、いけんじゃね。やべやべやべ、いける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 、ちょっと出させて出させて出させて、あ すげえ広いなこれステージ、やばくない、なんか上にいるし、あれめちゃくちゃ広いね。どこにどの魚がいるか全くわからないから、狩りにもあまり行けない積極的に。うわー出た出た。でもね、一ついいことがある。あのさっきのやつで殺しまくったおかげで、また上の方の魚を使えるようになりました。これは使えないけど、やはりこのなんとかブラックシャーク、こいつは、あ仲間でしょこれ。ちょっと北極海の方行こうか、あの氷の海の方行かないとね、これいい餌ないねこれ。この辺はちょっとこいつだけ、こいつはいけるから。やべえなこれマジで凶悪すぎんな。さっきのやつともなんか桁がちげえわ、殺せる。あやばいやばいやばい、 こいつはまずい、こいつはまずい。あのなんかクジラみたいなやつは殺せないから、まだ絶対に。あれさすがに多分無理なラインだと思う。クジラは無理だけど、多分シャチとかは普通に殺しまくれるから、シャチを殺すルートでちょっと行きましょう。シャチとかあのなんかペなんかなんかいたじゃん、こいつ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 こういうやつを殺していく感じで行くぞ。よしよし、北極海来た。ちょっと冷たいが、冷たい海にホウジロザメが舞い降りたぞ。しかもさ、これ早いからさ、これ早いから普通に全然殺せる。あーでも全然上がんねえなレベル、こういうこの小さなやつじゃ。やっぱでっけえの食わねえとダメだな。あーシャチ、シャチさん行ってみよう。シャチさん、おい海のギャング、どっちが本当のギャングか証明してやる。おい来い。あでもこいつ弱そうだな、キュイ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 言ってる。でもさ、サメとシャチが実際バトったらシャチ圧勝らしいよ噂によると。なんかシャチの方が骨格がすごいんだって。やっぱ哺乳類の方が骨格で勝ってるから、サメのことなぶり殺せるらしいよ。シャチ食いの旅に出ましょう。おい、おお、だいぶ食らったが何の問題もない、一撃じゃ。よしレベルアップ、いいっすね。あなんかいい感じのこう流れができつつあるな。ここでフィードしたい、まあ、フィード&グローフィッシュっていうゲームだからな、これ餌やって魚育てるっていうタイトルのゲームだね。はい、ちょっとカットします。はい、ということでだいぶでかく、シャチ3匹いるぞあそこ、なんでこんなシャチ湧いてんのこっちに。やばいシャチ量だな。よし全部殺します。まだまだだね、ずいぶんやってるつもりだけどなかなかレベル上がんないっすね。なかなか相当シャチ食ったよ割と。まとめ食いしてもこんなもんなんだな。ここら辺に、あスポーン地点発見、これでかい、これでかい、このスポーン地点の発見でかいです。こういうねスポーン地点を発見して無限にフィードし続けるっていうのが、まあ、このゲームの、まあ、近道だね。でも固定じゃないなこれ、多分ランダムだな、どっかに
ランダムに別のところ湧いてんだ多分これ。一箇所に固定させてくれたらね、あとはもうめっちゃでっかい魚ガンガン食えるみたいになれば発展の仕方も変わってくるんだが、どうだろう、クジラ食えると思う？これまだ無理かな。だいぶ凶悪にはなってきたけど、レベル11になって、このチビ魚たちだけがまさか自家食いできんのは。あ、この辺のチビ魚は自家食いできるね。やべやべやべ、すごいことになってる、入れ食い状態になってんな。この辺食うのもねありなんだけど、だ魚の小魚の発生源みたいなやつが明確にあればそこに行ってもいいんだけどね。あ、これは戦えんじゃね、これ多分戦える。もうよし、いいぞ。すげえなこの、オッケー、あのこれでもようやくって感じか。一気に5分の1ぐらい増えるだけだね、このジンベエザメでも。何あれ、見てはいけないものを見てしまった気がするから戻りましょう。あれは多分ね無理です。で、何をしてるつもりなのかわからんが、あれ多分バグってるっぽいな。上見てみるか、どうなってんだろう。なんかやってる、なんかやってる、やばい、あ、ダメだ、あれ触れちゃいけない人っすね。またあれを食うことができたら、まあ、こっちのものって感じだね、逆に言うと。なんだなんだお前ら、なんだお前ら、クソ、おい何すんだ、この魚めんどくせえぞ、この小判ザメ野郎。どけどけ、面倒なやつだな。いいや、どっか別の方行こう。待ってー、おい、よしよし、レベル13になったぞ。あー、食えた食えた、自家食いできたな。よしよしよし、自家食いができ始めたらね、だいぶね効率上がるんだよね。自家食いができるとこうリスキルができるんだよね、魚の。いいねいいね、こういう食い方いいね、この謎のこの小魚食い。ちょっと探そう探そう、この脇ポジ探して永久に食い続けれる場所を探そう。そのさっきシャチとかランダム湧きしてたじゃん、ああいうのはこう脇ポジ把握不可なんだよね、そのランダムに湧くから。ただ一箇所だけにしか湧かない魚絶対いるから、どっかそいつらを食うって感じだね。魚か貝か分からんけど。あ、ジンベエザメこの辺めっちゃ湧きまくってんな。ジンベエザメ湧きポジあるかこの辺、これでかいぞ、ジンベエザメの湧きポジ把握できたら。あー、いるいるいる、2体も湧いてる、あそこいいね。あとあれだよね、あのクジラみたいなやつ。あとはただまだレベル的にデカさ足んねえかな、この攻撃力をもってすればいけなくもなさそうな気がするけど。おお、ジンベエザメ湧いた目の前で、素晴らしい。よーしよし、いいぞ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 、これいいところ見つけたかもな。これ湧きまくれ湧きまくれ、ジンベエザメ。あ、これ見つけてしまったかも、究極のジンベエザメフィードが見つかってしまった。あ、で出てこなくなっちゃった出てこなくなるな、マジかよ。向こうで湧いてるな、ランダム湧きだ。あ、野良ジンベエザメ発見。ジンベエザメ食われるためにいるなこいつら。サメの風上にも置けねえわ。あー、いた、あのやばいやつ、攻撃力やべえやついる、あそこ。これどうだろうな、殺せなくはないサイズ感な気はするが、これいけるかな、無理だなこりゃ、これは無理だ。撤退、サメ男の撤退。やばいやばいやばい、これまずいまずいまずい、危な、いやいや、まずいまずいまずい、男の撤退男の撤退。いや待って、一撃きつー、これダメージきつ、精神的な最悪なんだが、マジかよ、マジか、マジっすか、こいつだよな多分。ダメージ鬼じゃん、なんなのこの鬼のようなダメージは。はい、ってことで GG。